4ヶ月間かけて来年の大会に向けてですね、長期にわたって設置できるように、点検、メンテナンスを行っております。このシンボルを通じまして、大会をより身近に感じていただいて、機運を盛り上げていければいいなというふうに思います。